ありがとうございました。よかったです、はい、最高。まず先生、こちらの拝家さんのちょっと作品ちょっと教えてもらっていいですか。色使いがすごく素敵ですね。あ、なるほど。日本の方ではちょっと表現できないような、あ、なるほど、シンプルですけど、はい、個性も出てます、ちゃんと。はい、言ってあげてよ。Unjapanisches sehr schlicht, aber sehr schön. Danke sehr. さすが。かわいい。で、こちら、デト作の。これがカサゴトルワ。これがタコ。で、これ、種子島。で、これは東作ね。釣りが好きだっていうことがよくわかる。うん、なるほど。これが一番良かったとこどこですか。一番良かったとこ、やっぱカサゴじゃないですかね。カサゴね、見えますよ、この顔の表情がカサゴに。あ、なるほどね。ただタコが怖い。怖い、顔怖い。顔怖い。確かに、確かに怖い。ありがとうございます。そしてどうでしょう、もう少し優しい、ね、この私の大皿は、この筋を入れる前に取っとけばよかったですね。この波を入れてからすごく評価が上がりますとか言って、でもおかげでできました。いいですよ、本当に色の組み合わせが。はい、で、大体これで焼き上がるまで3週間。乾燥から。そうですね。わかりました。出来上がるのを楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしててください。はい、ちなみにここ工房が美宝庵。美宝庵です。はい、頑張ります。みんな美宝庵来てね。お願いします。